黒川清介さんです。卒業おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ではですね、もうついに養成所での生活が終わるわけですが。一番印象に残っていることなどは、どんなことがありますか。入所前の。その期間が一番印象に残ってます。うん、入所前の方が。はい、どんな。はい、仮入所の時期でなんですけど、うんはい、やっぱり。教官たちと初めや、初めて会って、うん、他の集団生活が初めてで。はい やっぱちょっと不安になったんですけど、うん、まあその期間が一番印象に残ってます、うん、集団生活はやってみてどうでしたか、はい、最初はちょっと慣れなかったんですけど、うん、まあ時期に慣れてきて楽しく,、はい、楽しくできました入ってみてすごい苦労したな辛かったなっていう経験などはありますかそうです、ね 押し掛けがやっぱり体力的にきつかったです、はい、で今では体力の方はいや多分変わってないと思います変わってないですかなんか噂に聞いたら筋トレだったりいろいろあったっていうのはあそうですねありましたそういうのはどうでしたきつかったですきつかったですか、はい、今でもじゃあだいぶそれはきつい、うん、まあはい <laughs> 楽しかったことなどは逆に何かありますか走行も結構楽しくやったん、うん 個人的にはできたんですけど、あの走行が終わった後の。お風呂の時間が楽しかったですか。みんなで入るわけじゃないですか。すごいことになってそうですよね、もう。男子のね、お風呂なんて、修学旅行みたいな毎晩。まあ、そういう時もありました。そうなんですね。では、入所した頃と今とで、その心境、気持ち的に変わったことなどありますか。いや、特に。特にないですか。 じゃあなんかこれからどうしていきたいこんなレーサーになっていきたいというのはありますかまあできるだけ前の着拾えるように粘り強く走れるように頑張りたいです、うんはい、ではですねちょっと重複しちゃうんですがデビューに向けての意気込みをカメラに向かってお願いしますえ一つでも前の着拾えるように一生懸命粘り強く頑張って走りたいと思っているので応援よろしくお願いします。